ほら、三影さんちの学校にも行ってなくて。誤解だなんて怪しいわよね。本当に盗んだんじゃない？お母さんいないんでしょ？なんでも離婚したとかで。三影がその日を後悔しているのなら、その事実はどうしたって消えなくても、繰り返さないことはできる。過ちを正すことは、できるんだ。できるさ、三影なら、大丈夫だ。なるみくん、今日はいないのか？彼、天橋さん、彼って誰のことだ？わからないけど、君の幼馴染で、君の友達で。誰だ？私服？待ってくれ！カイト。あなた、誰ですか？この学園に侵入するなんて。すぐに警備員さんを。生徒会室で。どうして胸が、私すごく幸せなはずなのに、これじゃダメだって思って。
んだもの、すべてがここにはあるのに。なんで私、こんなこと話してるんでしょう。調べを使えばこの世界が手に入る。望んだものが全て。場所に集まれないなら意味がないんだ。どんなに暖かい場所だって。同感ね。まったく成功にできた世界よね。ちょっとだけ流されそうになっちゃった。まさか先輩。でも自分の力で作り上げたんじゃない場所なんて必要ねえよ。同感です。ニコ復活ですよ。朝日奈さん、音音、天ヶ瀬と私さ、同じクラスだけど全然接点ないっていう設定なんだな。カラオケとボーリングとか言うから楽しいぜ。今度みんなで行こう。いや、私はまたみんなで海でキャンプとかの方がいいかな。バーベキューもして。そうね、確かに。ニコもまた海に行きたいです。同感ですね。でももう8月中旬です。じゃあ海は来年。山は？山なら星も綺麗に見えそうだ。まったくマイペースな人たち。この世界では、未来ちゃんのお母さんが生きてる。天ヶ瀬の月の母親のね。そうだな。あったら、きっと戻れなくなると思った。だから、私も、会えなかったわ。でもそんなこと、お母さんが望んでないから、私はいいの。私も同じだ。さあ行きましょう先輩。世界の主様、ニコには分かっていたのです。先輩が道を作ってくれるって。助けてくれ。でも鎖壊した時はさすがにびっくりしたぜ。そうね、さっき扉を開けたのもカイトくんだったし。うわ、それニコも見ました。やっぱり先輩が世界の主だったのです。帰りましょう。本当に我の力があれば何もかも手に入るという。今後一切人間は後悔をしないというのか。